バストロップ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は74,171人であり、2000年の57,733人から28.5%増加した。軍庁所在地はバストロップ市であり、同軍で人口最大の都市はエルジン市である。 バストロップ軍は1836年に設立され、軍名はオランダからの初期開拓者であり、スティーブン・オースティンが州内の土地特許を取得することを助けたバストロップ男爵フェリペ・エンリケネリにちなんで名付けられた。2011年9月、バストロップ軍に山火事が及び1600軒の家屋が破壊された。バストロップ軍庁舎の詳細。 バストーロップ市のローマカトリック教会から通り向かいに、ある南軍に参加した兵士を記念するオベリスク、軍庁舎前にある1836年1月8日から1837年12月13日まで、バストーロップ軍を含め現在の17軍を包含する、マイナシ軍と呼ばれる軍があった。1837年12月14日、テキサス共和国。 第2議会でその境会を変更する決議が行われ、ファイエット軍を創設し、ゴンザレス軍とコールドウェル軍の領域を外した。5ヶ月後には、キーンブル軍とコマール軍の一部を追加した。1837年12月18日、サミュエル・ヒューストンがマイナの町を法人化する法に署名し、同日、マイナ軍とマイナの町の名をどちらもバストロップに変更した。 1838年5月24日から1840年1月24日の間は、現在のバストロップ軍軍域のの他20軍の領域が含まれていた。1840年2月25日から1850年1月25日、バストロップ軍の領域はほぼ現在の形に近いが、リー軍、ウィリアムソン軍、コールドウェル軍、ゴンザレス軍、 ファイエット軍の一部がまだ含まれていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は896平方マイルで、あり、このうち陸地888平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は0.84%である。バストロップ軍庁舎前の退役兵、記念碑バストロップ軍歴史博物館、展示物は、 定期的に変更される以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バストロップ軍には歴史に関する情報や史跡を保存することに専念するいくつかの教会、団体がある。バストロップ軍の公教育は、下記4つの独立教育学区が管轄している2010年時点で、軍内では中央テキサス空港が開発中である。バストロップ軍では、下記のように、 ハリウッド映画や独立系映画の撮影が多く行われてきた。ありがとうございます。